アンプ。音響機器、オーディオ機器におけるアンプとは音響を表現した電気信号を増幅する機器である。日本語では慣例的に英語名アンプリファイヤーを短縮させアンプと呼ばることが多い。様々ある増幅機の一種である。用途、出力の大きさ、負荷機能によりいくつかの種類がある。初期の音響機器はアンプを持たず、 微小な電気信号であっても反応性の良いスピーカーを内蔵することで済ませていた。ただし、あまり大きな音は出なかった。真空管が発明されると、電気信号の増幅、ひいては音声、音響を表現した電気信号の増幅が可能となり、通信機、ラジオ、電気蓄音機などの音響機器に組み込まれた。これがアンプの発祥である真空管アンプ。後に、 音響機器の種類が増えると、それぞれの音響機器にアンプを内蔵するのでなく、アンプとスピーカーを筐体として独立させ、それに複数の音響機器を接続するようになった。エレクトロニクスの技術者などは世界中でアンプは購入したりせず、盛んに自作した。なお、真空管アンプはアナログ信号をアナログのまま増幅する。トランジスタが登場し、 1950年代以降にトランジスタのアンプも用いられるようになったトランジスタアンプ。ラジオなどではトランジスタアンプが盛んに使われるようになってもオーディオ鑑賞分野では真空管アンプはトランジスタアンプと並び依然として使われ続けた現在でも製造され使われ続けている。真空管とトランジスタの増幅の特性、増幅後の波形の変化がわずかに異なり、 真空管アンプの音が柔らい、温かみがある音に聞こえるのに対してトランジスタアンプの音は硬い、冷たいなどと一般のオーディオリスナーたちも専門家たちもほぼ口を揃えてほぼ同様の評価をしたからである。とはいえトランジスタアンプによって低価格化も可能になり真空管のように傷んである程度の期間で交換する必要のあり。 スイッチを入れてから温まるまで待たなければならなかったの。比べて、トランジスタは交換の必要がなく、スイッチを入れるとすぐに使え、おまけに小型であるなど、様々な点で便利ではあったので、一般人向けには、次第に販売される割合が増えてゆき、低価格帯のオーディオ機器では、ほぼすべてが、トランジスタアンプになっていった。が、それでも高級音響機器、高価格帯では、 真空管アンプが用いられ続けたのである2018年現在でも真空アンプは販売され続けている例えばアンプ一つの価格が数十万円以上ものによっては100万円以上するようなものもある60年代以降には真空管アンプ及びトランジスタアンプに加え IC 等も使われるようになった多くの電気機器では内部回路はほとんどがトランジスタ さらには IC へと移行が進み、真空管増幅器は消えてしまった。しかし、音響機器のファンの中でも特に熱狂的なファンというのは、音の聞こえ方のわずかな違いに徹底的にこだわるので、そしてしばしば音のためならば、価格や機器の大きさのことは度外視するので、独特の音の質感をもたらす、真空管アンプが今でも生き残っているのである。たとえ真空管アンプを購入する人数が、 全人口に対して非常に小さくても熱狂的なファンは一人当たりとても大きな金額、桁がいくつも違うほどにとても大きい金額を支払うので、真空管アンプの市場、マーケットが総金額としてはそれなりに大きくなり、市場として立派に成立し、メーカーとしても製造し続けることができるのである。詳細は後日参照。レコードプレイヤー、CD プレイヤー、 チューナー、カセットプレイヤーなどの音響機器からのライン出力を受け、またセレクタやトーンコントロールなどを内蔵し、主として電圧を増幅し、次のパワーアンプを駆動する増幅器をコントロールアンプあるいは次のメインアンプと対峙して、プリアンプと呼ぶ。コントロールアンプからの出力を受け、主として電流、内し電力を増幅し、スピーカーなどを駆動する増幅器を パワーアンプあるいはプリアンプと対峙してメインアンプと呼ぶ。これらを別々のコンポーネントにすることが広く行われたので、それぞれをプリアンプ、メインアンプと区別するようになり、さらにはそれらを一体化したものとして、プリメインアンプやイングレーテッドアンプ、総合アンプという故障も生まれた。プリメインアンプの中にはプリ部とメイン部を切り離して使えるものもあった。コントロールアンプ。 プリアンプは小さな主としてラインレベルの入力信号を増幅するだけでなく、音を細かく調整したり、入力を切り替えたりする機能を備えており、そのために高音域、中音域、低音域の音量を個別に調整するトーンコントロールつまみやステレオの左右の音量を調整するバランス調整つまみ、入力を選択する入力切り替えスイッチ、入力セレクタスイッチなどを備えている。 レコードが主力の媒体だった時代には、レコード版の表面の溝のわずかな動きを拾って、電気信号に変えるピックアップカートリッジの微小な出力を増幅する専用のアンプが、プリアンプに備わっていることが一般的であった。特に、単純な増幅だけではなく、MC カートリッジの非常に微小な出力を増幅したり、ヘッドアンプ。これは特殊で、 信号を引き回したくないことなどもあり、レコードプレイヤー側に備えることも多い、レコードに記録された信号の RIA 特性と呼ばれる周波数特性を逆特性のフィルターを通して戻すイコライザアンプが必要であった。プリアンプ内蔵ではなく独立させたホのアンプもあった。1980年代頃からは主なメディアが CD に移行したため、 このイコライザーを持たない機種が多くなっており、近年はこれらはすべてレコードプレイヤーの側が備えるのがもっぱらとなっている。一般の音響機器のライン出力の出力レベルは 2VRMS 程度あるので、500mW 程度で駆動するのであれば、プリアンプの必要性はない。パワーアンプ、メインアンプは、プリアンプからの出力を受けて、電力増幅を行い、 スピーカーなどを駆動する。電力を増幅するだけであるため、入力制限用、または出力調整用のボリュームつまみがついているだけというものが一般的であり、プリアンプ側にメインボリュームがあることを前提として、ボリュームがないものも少なくない。大出力のものは発熱も大きいので放熱に注意しなければならない。コントロールアンプ、プリアンプとパワーアンプ、 メインアンプを一体化したものをインテグレーテッドアンプ、プリメインアンプという、これに対しコントロールアンプやパワーアンプセパレートアンプと呼ぶことがある。操作パネルはコントロールアンプとほぼ同じでパワーアンプを内蔵しているのでスピーカー端子がある。コントロールアンプとパワーアンプを一体化したといっても内部でコントロールアンプ回路とパワーアンプ回路を分けて組んでいるものと 回路的に融合させてしまっているものとがある。前者の構成では、コントロールアンプ出力端子とパワーアンプ入力端子が設けられていることがあり、この場合、一つの筐体に収まったコントロールアンプとパワーアンプとして別々に使うことがきる。すなわち、コントロールアンプ出力端子を別のパワーアンプ入力に接続したり、逆に別のコントロールアンプ出力を パワーアンプ入力端子に接続して使うことができる。後者の構成では完全に同じことはできないが、大入力などのライン系入力端子を使ってパワーアンプとして使うことはできる。2010年頃からは USBDAC を搭載した製品やアンプ同士の連動機能によってチャンネル数を拡張できる機種が開発され、PC オーディオや AV アンプとの垣根がなくなりつつある。 インテグレーテッドアンプにラジオチューナーを内蔵したものをレシーバーというスピーカーをつなぐだけでラジオ放送を聞くことができ小型に収まる。さらにレコードプレイヤーを一体化したものもあったが、レコードプレイヤーは本質的には機械部品であり、また構造が大掛かりになるので、セパレート型ステレオやモジュラー型ステレオの一部しては、ともかくアンプとしては日本では流行らなかった。 しかしコンパクトディスクプレイヤーやミニディスクプレイヤーなどは内蔵が容易であり、ラジオチューナーと CD プレイヤーを内蔵したものは CD レシーバーなどと呼ばれる。また最近ではラジオチューナーを内蔵していなくてもインターネットラジオが聴けるものをネットワークレシーバーと呼ぶことがある。級別として DQ とされることもある。デジタルアンプとは PWM や pdm を電力増幅に利用するアンプである。アナログ入力の、すなわちアナログ弾を持つ製品もあるが、デジタル入力から出力スイッチング素子までアナログ回路を経しない、フルデジタルなどと呼ばれている製品もある。ただし出力スイッチング素子以降に、アナログ回路である、ローパスフィルタが必ず存在するため、厳密にはフルデジタルなアンプなど存在しない。デジタルアンプでは、 入力音声信号により変調されたパルス波のデューティ比、または頻度を制御するため、最終出力弾のトランジスタは、ON かオフかの単純なスイッチング動作となり、アナログアンプに比べ電力効率が飛躍的に高いことが最大の特徴である。基本的な原理は、電圧可変スイッチング電源の出力電圧を入力、音声信号に応じて変化させることと等価である。 市販のオーディオアンプでは1977年に発売されたソニーの TAN-88 が非常に初期のものである。これは事例発信型の PWM 変調回路により入力信号からアナログ的に PWM 波を生成するものであるため、これを世界初のデジタルアンプとするかについては意見が分かれるものの今日のデジタルアンプの原型となるアンプである。 また、デジタルアンプはその電力効率の高さから、ミニコンポやカーオーディオ、携帯音楽プレイヤーなどのアンプ、また多チャンネルを扱う AV アンプ、口実用としてよく用いられるほか、従来のアナログアンプにない特徴を生かしたと、称している、いわゆる高級オーディオもある。中でも、1999年8月にシャープが発売したデルタシグマ1ビット。 デジタルアンプ SMSX100 は有名であり、これは、同社が高級オーディオアンプとして十数年ぶりに発売したものである。なお、デジタルアンプ技術としては、ソニーの S マスター、S マスタープロ、オン機用の VL デジタル、JVC ケンウッド、JVC ブランド、旧日本ビクターのデアス、パイオニア、現オン機用&、パイオニアパイオニアブランドのダイレクトパワーフェットなど、 オーディオ機器メーカー各社により独自に開発が進められている。かつて CD が登場した頃にデジタルアンプと呼ばれた製品は DA コンバータを内蔵しデジタル入力を持つアンプのことでこれとは異なる。また AV アンプについてもデジタルアンプと呼ばれるものが多いが本節で述べたデジタルアンプとの最小異は口述する。オーディオビジュアルアンプ。AV センターとも呼ぶ。 ホームシアター用のアンプである。AM、FM チューナーが搭載されているものは AV レシーバーと呼ぶ場合がある。ヘッドホン専用のアンプ。ヘッドホン端子のない製品に接続する目的や、より高音質でヘッドホンリスニングするために使用される。スピーカー駆動に用いるプリメインアンプ等にもヘッドホン端子が存在するが、これらはスピーカー用の大きな出力を ヘッドホン用に減衰させるために抵抗を直列に挿入しているがヘッドホン専用に小さな出力で構成されたヘッドホンアンプには音質向上を目的としてこの抵抗を用いていない複数台のヘッドホンの同時使用が可能な製品も存在し録音スタジオ向けには複数のミュージシャンがヘッドホンで同時にモニターする用途に使われる異なる音源を ここのミュージシャンが好みのバランスでモニターするために簡単なミキサーを内蔵したものもある。音楽 CD を販売する店頭では、新婦の視聴にヘッドホンを用意していることがあり、一台の CD プレイヤーから複数の視聴者へ音楽再生する用途に使われる。先に述べた通り、多くの電化製品、電気製品においては、電気信号の増幅素子、回路としては、 技術的にそれが可能であるなら、真空管からトランジスタ IC へと移行していった。しかしながら音響機器としてのアンプにおいては、音を聞く者の,の好みという観点から例外が多い。例えば真空管を用いたアンプの音を好むオーディオマニアは多く、現在に至るまで製造、販売が続いている。また、真空管アンプは回路構成が単純であることから、 オーディオマニアが自作を行う例も多い。日本、アメリカ、西欧において、真空管の多くが製造終了となったため、ロシアや東欧、中国で引き続き生産されていた、真空管が用いられる例が多か。しかし近年はそれら諸国でも、真空管の製造が終了する場合が多く、選択肢が限られている。そのため、あえて、オーディオマニア向けのニーズに対応して、 米国ウェスタンエレクトリック社では、真空管の再生産を始めた。また、集積していない回路、抵抗器、コンデンサー、トランジスター、ダイオードなど、単機能の電子部品の組み合わせで行う、ディスクリートアンプ、ディスクリート別々のにも、根強い人気がある。ディスクリートの利点には、安いトランジスターでも一般に普及品 IC より、雑音特性が良いこと、普及品、 ICE アンプでは最低音量状態でそれとわかる雑音が乗ることが多い部品を選定すればより良い回路を組めることなどがある音質的な思考から電解効果トランジスタを選択する例も多いもちろん一般の電気機器同様に ICE を利用するアンプもある ICE を用いる利点には部品点数を減らして製造価格を下げられること 小型化できること、素子の特性が高度に揃っているためその必要がある。回路に有利なことなどがある。特に AV アンプの場合は多機能、多チャンネルに対応する回路を筐体内に収める必要性から IC 化は必須の選択である。基本的にはオーディオ用アンプは電圧を増幅している。主流のスピーカーはムービングコイル型であり、 電磁石であるため電流制御の方が単純になるが安定した低電流回路を作ることは技術的に難しいため電圧制御が主流となっている。それに合わせてスピーカーも電圧制御に適した設計のものが市販されている。また1980年代中頃まではアナログ回路が主流であるが1980年代以降から スイッチング電源に似た原理で出力弾の大電力信号を生成するデジタルアンプも実用化されている。信号処理の特性上、雑音特性にも優れることからデジタルアンプは IC を用いる例が多い。ここではオーディオアンプ装置としての Q について述べる。アナログ回路における増幅素子の動作点には A 級、B 級、C 級がある。 A 級と B 級の中間的なものを AB 級という。D 級その他は動作点ではなく方式の名前である。真空管でグリッドに電流が流れ込む領域を使わない場合、Q の名前に数字の1を添え、A 級などグリッドに電流が流れ込む領域まで使用する場合は、Q の名前に数字の2を添えて、A 級など区別することがある。オーディオ用。 アナログアンプは歪みを小さくする必要があるので C q は用いられず A q か B q AB q もが用いられる。A q はシングル構成でもプッシュプル構成でも使えるが B q や AB q はプッシュプル構成でないと使えない構成については増幅回路代表的な構成方式を参照。つまりシングル構成では A q しか使えない。オーディオ用 アナログアンプの小信号部分は通常を A 級とする。しかし、電力効率が悪いため、大電力を扱うパワーアンプ出力弾まで A 級にすると発熱が多くなるので、半導体パワーアンプの出力弾は B 級、または AB 級とするのが普通である。しかし出力弾まで A 級とした半導体パワーアンプも存在する。つまり、オーディオアンプでいうところの A 級アンプとか、 B 級アンプというのはパワーアンプ出力弾についてのことを言っている。真空管アンプは出力がさほど大きくないものが多いこと、吹き換量が少なく歪みを打ち消しにくいことから出力弾も A 級のものが多い。古典的な A 級は歪みは少ないが発熱が多く、パワーアンプ出力弾に用いると大出力は望めなくなる。 しかしこの発熱問題を解決したとする永久アンプが1970年代末頃から1980年代にかけて流行し、大出力と低歪み率をアピールした。プッシュプルでカットオフする側の素子のバイアスを切り替えたり波形を変形させて、バイアス電流が小さくてもカットオフしないようにしたものである。バイアス電流が小さいので発熱は少なく、 カットオフしないので定義により永久となる。メーカーは新永久などと呼んだが、ユーザーからは、疑似永久とか、偽永久と呼ばれることすらあった。疑似永久の各社の故障例ほか、多数。1970年代に日立ロディーが、信号の大きさによって、電源電圧を切り替え、効率を上げる、ダイナハーモニー方式を E q と称したことがあるが、 一般的な故障ではない。デジタルアンプを D 級とも言う。効率の良さが利点であるが作度の DSD を直接再生するなどをはじめ Hi-Fi オーディオにも広まっている。E 級、前述のロディとは無関係階級もデジタルベースの技術だが、高周波応用がある字で、オーディオとは今のところ関係ない。G 級、H 級は技術的には前述の疑似 A 級と、 類似した省電力化方式で、もっぱら、ポータブルオーディオなどにおいて、d 級の次のトピックとなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。